さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 大きな地震が宮崎でありましたけども皆さん大丈夫でしょうかということで2つですね日本保守党への攻撃が陰湿といやこれ X なんですけどもなんかちょっと最近ねうーんとね妙な気がするんですねそしてもう1つはいこの地震の話題なんですけども地震の報道を含めましてなんかねおかしいなって気がするんですけども皆さんどうです私違和感あるんですけどもということではいまずはねこの左の百田さんからいきたいんですが百田さんまあ口がね非常に滑らかに滑る方ということ もございましてどうしてもですねなんだこのやろうというまあ対象になりがちなんですよねでそのまあ主戦場というのはどうしても x ってことになるんですが特に最近私ね最近だと思うんですけどもまあ日頃からありましたよただね最近特にねこの数日が1週間ぐらいかなりひどいなんか陰湿な攻撃が続いているような気がいたしますでは行ってみましょうこれした和田さんのポストなんですけどもまあ地震がありましたねで今国交省では17時前に発生した新序区の邪震まあ地震につきまして今対応 しておりますすと頑張ってやっててやおりますまあこれは和田さんはこの事実を述べただけねでそれに対しましてこの上の方 DVD ラベル作成さんかなわざわざハッシュタグ使いまして「ハッシュタグ青い令和が」が これあれあですよ青い令和ですよ、はい、これ日本保守党のことね、が国土交通省の前で大音量で迷惑行為をしていますと、地震が起きて対応に当たっているのに音を切らない無神経さ、それでもあなたは日本保守党を支持しますかということで、うーん、これ何のことかと言いますと、要は地震が起きていろいろ大変な状態なんだけども、この前で凱旋をかけていると、まあ、そういうことなんですね。ただ、これね、時系列といいますか、時間見ますと、ちょっとこれ微妙なんですけども、はいその前にね、やっぱりまず気にかかったのは、ハッシュタグ、青い令和と 結構散見されたんですよでわざわざこんなのを作ってねいろんな人が攻撃するってもなんかで、ね、ちょっとね迷惑迷惑と言いますか妙な気がしませんか何かね組織的なもんでなければいいかと思うんですけどもまあまあね個人的にねあの日本史との国家おかしいとかね百田さんちょっとあれは失言じゃないかどうのこうのいやこれは全然いいと思いますだって私も思いますもんそれ言い過ぎだろってことは私も思うぐらいですからこれはもう全然構わないんですけどもなんかねこういう類の のポストが非常に増増えて急増して急しおりますはいこれもまた別の人なんですけどもこれ見ても日本保守党がやばいと思わない人はやばいですよとでこれは例の下ねマックさんね反対から読んだらクマでございますけども日本保守党の飯山明里氏と、まあ、飯山さんはイスラエルのまあ自衛権を認めろってことを言ってるんですけどもまあまあねそれに対しましてこいつやべえこと言ってるぞとはいそれを見てさらにこのオバン A さんがこういう形でやっぱりハッシュタグ青い令和っていうのをつけているんですよ。 だから皆さんね、X やる方、1回、ハッシュタグ、青い令和で探してもらうと、ああというね、こういうトークといいますか、投稿がいっぱい出てきますから、1回確認してみてください。で、今度、こちら。 やっぱりね、さっきと同じような感じで、今度はね、有本さんのこの言葉に対して、渋滞のためブルーサンダー号が国交省前で停車中と、だからね、この街宣に有本さんも一緒に乗ってたわけですよ、百田さんと一緒に。で、百田さんがね、私が日本保守党を立ち上げたのは、今の腐った政治を黙って見ていられないからですと、今の政治は日本を貧しく弱くするだけですということで、まあ、そのメッセージがばーっと響き渡っていると、まあ、外線者ですからで、道行く人々はこちらに注目してくれていますと、まあ、こういうね、ものを挙げたんですね。 ですけども地震の前か後かか後ねねとしないんですよ、ね、だから地震が起こった後ひょっとしたら外線やめたかもしれないし、続けたかもしれないと、まあ、もしくは本当に気づかずにねやってしまったかもしれない、ちょっと分からないですよ。ただ、この上の大原さんは、画像スタッフは、まあうーんとこう書いてありまして、要はね、日本保守党は被災地、震災に関しても資料分別せず、えー、まあ非常にねあの、まあ、強欲だと、ねどう、どうしどうもなんないんだと、まあ、そんなようなことをね話してるわけなんですよね。さあ、そして今度、同じ人なんですけども、これ別のあれですよ。 日これ、昨日なんですけどもね、はい都心を離れて都内の某駅前に視察に来ましたと、まあ、どうもこれ、立川市らしいんですけども、この大原さんが言うにはね、要は、日本保守党はもうね、背金主義だと、とにかくね、金の匂いをね、嗅ぎつけたらどこでも行くんかということで、この論調のおこの攻撃がね、結構目立つんですよ。とにかくお前らは金の匂いがすると、どこでも行くんだと、要は自民党みたいなもんだってことをね、これ、言いたいわけなんですけど、ただね、これはね、さすがに私、 当たらないと思います。あの金のためにやるんだったら、これ日本保守党立ち上げることはねしないと思います。どう考えても有本さんとか百田さんは割り食ってると思いますよ。いやいや、これかな出してるでしょうね。でしかもね、まああの党員がまあ六万六千ねピークでこう集まったってことなんですけども。あの党員が何人集まるかなんてことは、最初の時点ではわからないわけでしょでこの党を作って宣伝していろいろ動いた時というのは全部。 だって持ち出しですもんねでそれをやって、もし党員が集まらなかったらこんなにもうめちゃくちゃになっちゃうわけでしょはいだから完全にもうお金をもううでしょう資材投げ打つ、まあ、投げ打つはちょっとオーバーかなでもかなり資材を投資してやるというわけですからこれね本当にね主戦道の人といいますか金、金、金で動く人であればこんな動きしないと思います。だって 損すする可能性が高いででもんでしょで今だって、もしこれでね、党員の、まあ、党費というのが若干減る、おそらく減ると思いますで。減るんですけども、そうしたらね、また大変ですよ、この人たちね、はい。だから、とてもね、そんなことを目当てにやってるとか到底思えないんですけども、ただ、この外野の人で、まあ、攻撃してる人というのは、お前ら金ばっかだなと。で、まあ、この元ととなっているのは、百田さんの,、まああの発言かなって気はするんですが。 ちょうど、知事選の時ですよね、都知事選になんで出さないんだってわーわー言われたときに、百田さんがね、その一月つき500円のワンコインのね、そんな人がわーわー言うなよと五5000万ぐらい出してから物言えみたいな、まあ、あれが僕から言わせれば余分なことになっちゃうんですけども、まあ、だからね、あれに反発する人がいるっていうのは分かります。まあ、確かにそうだなって気もしますからね、うん、ただあれはまあ、百田さんのね、なんでしょうね、あの正確な範疇ってことは私は思ってるんですけども、まあでもね、何言ってんだっていうのがいるのは分かりますよ。だからあの辺を見て結局ね ワンコインで参加ししている普通の人たちはもう相手にしないか5,000万持ってきた人の話は聞くんだとそれのどこが政党の党首だとまあね、まあ、こういう攻撃になってくるんですよね、うん、でもそれをもってしてあの金金金ってねそれしか頭にないのかってちょっと違うでしょうねこれはね運営自体が厳しいもんですからどうしてもねあのそういうお金ってのはどうしてもねあの石丸さんみたいにねバックにいるわけじゃありませんだから大変なんだって意味で言ってるだけですからまあねこういう批判っていうのは私当たらないと思うん ですけどもそしてねこういう批判はいこういう批判といいますかこの方への批判ですねまあ,あ日本保守党、まあ、イコールといいますかまあ飯山あかりさんもね日本保守党しかないって言ってるぐらいですからこの日本保守党を攻撃する人の矛先というのはやはり飯山あかりさんにも向かっていきますで飯山さんも自分のチャンネルでまあガン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 ね ってね、えー、まあ喧嘩売りままくるようなこれタイプでございますから、まあ、言われるな、これ、しょうがないと思いますわ。ねで、えー、特に今の場合は、やっぱりイスラエルの問題ですよね。今回の今、そこに映しているのは、例の長崎市長でしょうね。これは長崎市長、これはね、明日になりますけども、長崎市長が、あまあまあ、なんだ、イスラエルとかね、そういうところの,この参加を、ね、拒否したわけですよ、はい。それをもちまして、おかしいおかしいってことを言ってるんですが、このおばん A さんはね、日本保守党の飯山がまた妄想を拡散しているようですと。はい ハッシュタグ、青い令和ということで、下に和田ま宗なんて書いてありますけども、はい、これも同じですよね。だからね、今私言いましたけども、本当ね、チェックしてみてください。で、以前と比べて増えてるんですよ。なんで増えてるんだろうなと、私気になってしょうがないんですが、やっぱりこれはね、サムネイルにも書きましたように、資金をね、なんとか減らしてやろうというね、そういう意図が働いてるような気がしますね。秋口になりますと、頭費の更新を大量に迎えます。だから、そこで頭費の更新をね、 させないような動きをねなんか誰かがねうーんこれは組織的まあ、そこまでは難しいんですけどもそういう意志というのが働いてるとしか思いませんだって一人ね一般党員でも6000払うわけですからなんとか打撃を与えてやれと100人ねそうでしょ彼に減ったとすればこれは60万円ってことになりますとそしたら60万円の打撃を与えられるとまあそういうことでもう少し皆さん冷静に考えるとね保守党なんかやめちまえなとまあそんな動きだと思いますね ですから、この頭皮のね、更新と、この攻撃が一斉に強まってきたこと、これについて私関連性がないとは言い切れないと思います。で、特に今言ったようにね、金について非常に汚い汚いという言い方をしてくるもんですから。やっぱり頭皮を払う側にとっては、え、そうなんかと思う人が一部には出てくるでしょう。そこを狙っているのは私は気がするんですね。さあ、そして、例のマクね、マクさんね、この人も同じここずっと書いてあるでしょ金の話ばっかりということで、この百田さんの話を持っていって、ひでえこと言ってるぞと、拡散しております。 でもう1人ね、ね常念司さんままああ,まあ天敵と言いますかね百田さんの天敵であり、まあ、常念さん、まあ、お互い様なんですけどもで常念さんねこの和田さんがねこういう形で結構有本さんとか百田さんに対してまあ、カウンターをね食らわしてますよね、えー、頼むからやめてくださいと和田さん言ってるで常念さんね和田さんのポストはねしっかりチェックしておりましてこういう形で日本を保守党に向かったあこれ和田さんのねこうトークですよねはい見てくださいリポストしてるでしょ。常年さん 盛んにリポストとして拡散してるんですよで、常年さんもねな,なんであそこまで執着するかよく分かりません実際常年さんのこの X 見てみますと固定のポストのところにずっと百田さんにね、百田肉種という形のあれがずっとこの2年間そのまま貼り付けられてますからね あそこまでね何なななんなんだろうなよくわかんないですよ僕もねなんでそこまでこう憎しむと言いますかねなっちゃうんだろうなって気がするんですけどもはいこんなのも載っていましたね、えー、体操フェンシング本当におめでとうってうんぬん書いてありまして最後日本を保守党と百田直樹ってどこ目線で発信してるんですかねとうせなといやなかなかねうせなっていうね言葉までは出ないと思うんですけどもここにね常念さんのこのね常念と言いますかねすご、えー、い温情と言いますかね怨念ですよね、えー、そういうものが見えて取れます ってことでこんな情報出ておりました、これ、今日付けなんですけども、支部設立と支部長就任のお知らせということで、こちらなんですけども、これ、群馬支部ですね、こちらの方、現役の伊勢崎市議会と、伊勢崎かな、伊勢崎市議会の議員が就任しましたと、まあ、久しぶりなんですけども、ホームページがね、やっぱりなかなか更新されないなという気がします、手回らないと思います私もね、えー、まあ、ただね、手回らないとはいえ、あの日々ね、何かしらこう更新はしてほしいと思うんですけども、こんな更新がございましたと。 まあこれだけ、ね、お伝えしておきましょう。じゃあ、お次は地震なんですが、まあ、大きな地震がありました。まあ、日本は、ね、6とか6弱ぐらいじゃ、ね、もうびっくりでもしないような、まあ、そういう体制を取っているわけなんですけども、まあ、今回の対応で、ね、ちょっと不思議なことがやっぱりありまして、まず一つ思ったのは、南海トラフ地震臨時情報って出たでしょ、であれなんじゃと思ったじゃないですかで、私も知りませんでした、一体何が起こるんだと、とんでもないことが起こるかと思ったんですけども、まあ、そんなことはなくてね、これはまあ政府の機関 と言いますか、まああの専門家が話をしまして、この三 つのどれにたたるかとということしたですすよこれを発表するとで結果的に今回は真ん中の巨大地震に注意しましょうという結論が出たんですがこれね私もねこれ出た瞬間に妻と話していたんですけどもこれって何という感じがしました違和感ありありなんですよというのはね結論としては真ん中になるに決まってるだろうとまあまあ落ちとしてはそこですで今回地震がありましたで南海トラフと関係があるかどうかを調査したということでまあいいですよ集まるのはいいんですけどねで調査終了右で でしょどう考えても大きな地震が起きたわけですから右の調査終了で通常の生活になりなさいっていうのはこんな選択肢は絶対ありませんよこんなもん選ぶわけないでしょかといって一番左の赤これ選ぶって これどうですかね、よっぽど地震を持って根拠があってこれは地震が起こる可能性が高いぞっていうふうにならなければそうそう出せませんよね。ところがです今ね、えー、皆さんもね耳にしたことあるかと思うんですが例えば武田邦彦先生が言ってましたけど日本のねあの地震予知あんなもんでたらめだって言ってるでしょそんなもんできるわけないじゃないと私もあれにね非常にこう賛同しておりまして現実論としてわかった 言ってると私思えないんですすすすよよねねね、うん、皆さんどうでででいいいいいやいやでも研、ね、研究究るのははままあいいと思いますよ研究は、ね、でこれあの武田先生も言ってましたけども大きな地震が起こると大学の調査団が現場に入るとところがなぜか東京大学が幅を利かしていて他の大学が来るとあっち行けみたいな、ね、ここは俺たちの縄張りだと俺たちの縄張りをのこれ荒らすなとそういうのを露骨に東大がやるんだってことを言ってましたねでこれはねどうですやっぱり聞いたらわかるわけでしょで なぜそういうことをするかというと、研究費をこれを、ね、しっかり確保しなくちゃいけないと。だから、あ実際やっていても、そんなものわかるわけねえだろうって言うんだけども、わからないとは言えないと。だから、確実に我々研究してるんだと。研究費をぶんどらなくちゃいけないんだと。これ、武田先生が常々言ってますね。で、同じようなことを、あの、飯山あかりさんも言ってるでしょ。飯山あかりさん、自信じゃありません。外務省の研究なんですけども、結局はそういう研究費を取るために、ああだこうだと言って、自分たちの縄張り お金をを守っててゲットすするとなんか似てますよねだからこれもねあのいやいいですよこの地震に注意しろというまあ注意喚起にはなるんですけどもなんかなと思いながら今回も見てましただって真ん中になるに決まってるでしょ普通に地震があったって今後1週間ぐらい余震に注意してくださいとで余震ちょこちょこ起きるわけですからやっぱり真ん中になりますよねで左に行くんであればよっぽどの地震がなければできないと思いますし逆にねなんかあの出してみろって言いたいですよね こうこうこういう理由だから左の真っ赤な可能性がちょっと高いとものすごく注意しって言ってね、はいまあ、私は分かりませんよ自身の専門家じゃありませんけどもただ今まで起こった状況とか情報を集めるとこれは何だろうなって気がちょっとしちゃいますねはい今日はねもう延々とこういうことやってましたけどもまあまあまあこれは別に構わないですよでね最後なんですけども、うんまあ、100のところついでに出しちゃいましたがね、まあ、この右の、はい、見てくださいね、はい、こういう形でスタジオからヘルメットをこうやってかぶるでしょ で今日もね、なんだかなと思うシーンがあったんですけども、日本、まあ、あれ、独特ですよね、あのスタジオでなぜかアナウンサーがヘルメットをかぶると、うーんと思いながら見てます。で、現場中継なんか見ると、アナウンサーがヘルメットかぶるんだけども、カメラマンたちはヘルメットかぶってないと、もうこの時点でおかしいだろう、偽善だろうって話になっちゃいますよ、まあ。ただね、全否定はしません。この目的として、今はそういう災害が起きてるってことが、視聴者から目に見えてね、わかるわけでしょ、つまりヘルメットかぶってるから、ああ、なんかそういうこと起こってんだなと。まあ それをアピールしてるんだというふうに説明されれば、まあまあまあ、それはひとまず理屈は通るかなと思うんですが、スタジオでねヘルメット被ってると、なんか私不思議で不思議で仕方がありません。しかも今回、はい宮崎で起こりました。で私神戸なんですけども、神戸もね震度1ということで、長周波は来たもんですが、ちょっと揺れたんですけども、テレビ見ておりましたら、大阪のスタジオから、 mbc ですね、えー、はいそれがね、MBS か、でそれがね、あの中継してたんですけども、大阪のスタジオで、女性アナウンサーと解説委員がやっぱりヘルメットをかぶって、テレビに出てたんですよ。あの なんかやっぱりおかしいと思いますね。あの MB でしょあの大阪のこれ放送局なんですよ。で、今回はさすがに関西はほぼ関係ないんですよね。なのにヘルメットをかぶって皆さん注意してください。注意してくださいと。まあ西の方にもネット網がね、まあ言ってるんでしょう。まあだから分からんでもないんですけども、やっぱりなんかに違和感があるんですよ。で、しかもね、やっぱり違和感と言いますか、なんだこれと思うのがヘルメットちゃんとかぶってないんですよね。特に女性アナウンサー。このヘアスタイルがこう崩れるのを恐れて。 わっっっとててやってるんですあれね、嫌ならやめろって私言いたいですよ。そうでしょう。なんでそういう中途半端なことやるんだと。だったらやめなさいと言いたいです。で、今からね、あのほら、あの半年前の能登地震の時に、例の,あの報道特集、まだね、あの前場高子さんが報道特集の時だったんですけども、彼女は入ってるんですね。で、途中でヘルメットかぶったんですけども、見事にヘルメットの角度が45度になっていて、頭に全くかかってないんですよ。あれ見たとき、ひどいと思いましたね。でこれは 途中からちゃんとかぶり直してるんですあれおそらくスタッフに注意されたんでしょうちょっとまずいですよ前場さんと被ってくださいとでそれをね両方とも映しちゃってるもんですからもう絵見ればすぐに分かるんですだったらそういうことやめろと言いたいんですけどもでしょ皆さんそう思いません私は常に思いますよでもう一つね最後これ今日こんなことあったんですけどもほらよくスタジオからね、えー、じゃあすいませんなんとか市役所の加藤さんにも電話つながっておりますってやるでしょう、まあ、あれはあれでいいですよ ところが必ず聞くのがお怪我はされてませんかとあとは今、安全な場所に身を確保していらっしゃいますか安全は確保されていらっしゃいますかそうですか、分かりましたそしてインタビューの最後にはどうぞお気をつけてくださいあるいは、ね、このインタビューが始まる前に途中、もし揺れたらご遠慮なくです,、ね、すぐ電話を切って安全なところに隠れてくださいとンを押したように各局が言いますよね。 でも当然あれ下準備というのはディレクターとか、ね、そういう人たちが向こうとちゃんとセッティングして大丈夫ですか出れますかってやった上でアナウンサーにつないでるわけですからそんなこと聞かなかったって分かってるでしょうもうなんで聞くのかなとであれはいろいろテレビ局の理屈はあると思うんですけども結局アリバイ作りですよね、はい、スタッフがお、ね、いしくいただきましたとあれと同じで、はい、我々は無理してインタビューを頼んでるんですけどもこのインタビューに出てくれる人のちゃんと身の回りの安全を、ね、気を使って ておりますとこういう形でお願いしておりますとだって昔あんなこと言ってませんでしたもん最近愛の多いでしょう先回りして sns で叩かれるのを防ぎましてああいうことやってるんですよねうんなんかね違和感非常にありました今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたしますまたメンバーシップもぜひご参加くださいそれでは